アーロンド・ザンドはアメリカ合衆国のバイオリニスト、インディアナ州ハモンドに生まれる。父親及び母親はそれぞれポーランド及びロシアからの移民であった。3歳の時にベビーシッターの歌う歌を正確に覚えて、それを歌い音楽の才能を見出され、移住した先のシカゴで両親により音楽教育を施された。9歳の時に ジャンピアースのコンサートに参上出演した後、10歳でフレデリック・ストックの指揮するシカゴ交響楽団とフェリックス・メンデルス・ゾーンのバイオリン競争曲を演奏して注目を集め、1940年からシカゴ音楽大学のレオン・サメティーニの下で研鑽を積んだ。1944年にカーティス音楽院に転学してエフレムジン・バリストに指示し、1948年に ニューヨークでデビューを果たした。1958年にはカーネギーホールで初リサイタルを開き、1960年にレナード・バーンスタイン式のニューヨークフィルハーモニックでソロデビューした。演奏活動の傍らで、1981年から母校のカーティス音楽院、1986年からマネス音楽学校のそれぞれで教弁を取るようになり、 ザルツブルクやニースなどの夏季講習の講師や世界各地の国際コンクールの審査員として数多く招聘された。1950年代から1741年生のグアルネリデルジェス、エクスコハンスキーを使用していたが2009年に77年間の演奏活動から退いた時に1000万ドルでロシアの富豪に売却し、 うち150万ドルを母校のカーティス音楽院に寄付した。2019年5月、教職からの引退を発表し、カーティス音楽院から名誉博士号を授与された。2019年7月9日、廃炎により、ニューヨーク州で92歳で死去した。主な門下に、アレクサンダー・カー、ベンジャミン・ボーマン、レイ・チェン、ユーチン、ツェン、リチャード・リン、スティーブンは2、ツ、 ジェシカリン・ネ・バック、吉田京子等がいる。アメリカンバイオリニストアーロン・ローザンド・ハズ・ダイド・エイジド92。ザ・ストラット、https、www. シストラット .com、ニュース、アメリカンバイオリニストアーロン・ローザンド・ハズ、ダイド・エイジド -92、9211、アーティクル2019年7月11日閲覧。 インターナショナルフーズ・フーイン・ミュージック・ミュージシャンズ・ディレクトリー7メルローズ・プレス P764 アーロン・ローザンド・オール・ミュージック・アーロン・ローザンド2017年11月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年11月24日閲覧アーロン・ローザンド・ドロシー・リチャード・スターリングチェア・イン・バイオリン・スタディーズ2017年11月24日時点の オリジナルよりアーカイブ二千十七年十一月二十四日へ図覧バイオリニスト .com インタビューウィズ・アーロン・ド・ザンドパート一二千十七年十一月二十四日時点のオリジナルよりアーカイブ二千十七年十一月二十四日へ図覧バイオリニスト .com インタビューウィズ・アーロン・ド・ザンドパート二二千十七年十一月二十四日時点のオリジナルよりアーカイブ 2017年11月24日へずらん。ゲンスリンガー、ニール、アーロン・ドーザンド、レナウンド・バイオリニスト・ウィズ、A フェーマス・フィドル、DS アート92。 ニューヨークタイムズ、一瞬0362から4331、https コロンスラッシュスラッシュ www.nytimes.com スラッシュ2019スラッシュ07スラッシュ18スラッシュアーツスラッシュミュージックスラッシュ aeron-rosant.html2019 年12月3日閲覧 カーティス・モーンズ・ザ・デス・オブ・アーロン・ド・ザンド。w w w c a r t i s e e d u 2 0 1 9年12月2日閲覧。ありがとうございます。